神宮寺ユー太と平野仕様のジグヒラ最強で最高な2ショットファンから感謝の声。エンターテインメント業界の注目株、神宮寺ユー太25歳と平野仕様が SNS 上で驚くべき2ショット写真を共有し、ファンの間で大きな話題となっています。神宮寺は自身のインスタグラムで派手なオーバーサイズのスーツを着こなし、 平野は赤いジャケットと革パンでスタイリッシュに登場。この特別な瞬間に多くのファンから感謝の声が送られました。この記事ではこの二人の共演に関する詳細を追求しファンの反応を紹介します。神宮寺雄太と平野耀の名前は日本のエンターテインメント業界において非常によく知られています。彼らは俳優、歌手、 タレントとしての活動において圧倒的な支持を受けており、そのファッションセンスや魅力的なパフォーマンスにより多くのファンを魅了しています。最近、彼らのファンは二人が一緒に写った特別な写真に歓喜しました。神宮寺優太と平野市用の特別な瞬間。神宮寺優太は13日に自身のインスタグラムを更新し、 平野紫仕様とのツーショット写真を披露しました。この写真では、神宮寺はオーバーサイズのスーツを着こなし、平野は赤いジャケットと革パンを着用しています。二人はスタイリッシュで自信に満ちた姿で、カメラに向かって笑顔を浮かべています。神宮寺はこの写真を投稿する際、 感謝の気持ちを込めて、最後は二人の写真で終わり、綺麗に撮っていただきありがとうございました、と綴りました。この瞬間は、彼らのファンにとって非常に特別なものであることが伝わりました。ファンからの感謝の声。この投稿に対して、神宮寺と平野のファンからは多くの感謝の声が寄せられました。 ファンたちは、二人の魅力的な2ショット写真について、以下のようなコメントを残しました。神くんからも、最高で最強の2ショット、いっぱいいっぱい、幸せをありがとう。綺麗で楽しい写真がたくさん、二人の写真、素敵すぎて、ジーンとしてます。ジグヒラ最強で最高。これらのコメントは、神宮寺と平野のファンが、 彼らのアイドルたちが一緒に映った瞬間を喜び、感動していることを示しています。彼らはこの特別な瞬間を共有し、その魅力に感銘を受けています。ジグヒラとはジグヒラという言葉は、神宮寺ゆうタとヒラの仕様のファンコミュニティで広く使われている言葉です。この言葉は、二人の名前を組み合わせたもので、彼らの親しい関係と友情を象徴しています。 ファンたちはジグヒラという言葉を使い、二人の友情と共演を祝福し、応援しています。神宮寺雄太とヒラの仕様が SNSA で共有した特別な2ショット写真は、彼らのファンにとって非常に感動的な瞬間でした。 彼らのファッションセンスと魅力的な笑顔が溢れるこの写真は、多くのファンから感謝と喜びの声が寄せられ、ジグヒラ最強で最高という言葉で称賛されました。神宮寺優太とヒラの仕様の友情と共演に対するファンのサポートは、彼らの活動への大きな力となっており、これからも二人の成功を願いたいと思わせます。 彼らのキャリアがさらに輝かしい未来を迎えることを楽しみにしています。迎える